青コーナーより柿原雅人選手の入場です。高さんにと戦えるっていうんで、まあ、非常に興奮してます。はい、高田選手をずっと見てきたと思うんですけど、はい、背中を見当たって何かあったんですか。そうですね、やはり重いローキックを注意するということと、そうですね、あとグラウンドで言えば腕式を注意するということですね。はい、竹原選手としては何か考えてる、はい、技とか。そうですね、まあ、技っていうんじゃないですけど、まあ、とにかくスピードでガンガン押していって、はい、K を狙いたいですね。赤コーナーより高田信彦選手の入場です。そうですね、こういう若い選手はね、まあ、波に乗るとね非常にこう手強いというか厄介なんで、波に乗らないような段階でね、勝負がつけばなと思ってますけども、いつも通り変わらず、いけたわけです。はい、柿原選手が何で勝ったのか、KO で倒すことなんですか、についてはそうですね、まあ、じゃあ僕も KO で、倒すように頑張りたいと思います。本日のメインイベント60分一本勝負を行います。青コーナー210パント竹原雅人、赤コーナーこの世界のヘビー級チャンピオン230パント竹原
んだな。行くぞ。僕は今日レーダーやオブライトよ夜やるより怖かったです。下から追い上げる力ってのはすごいんです。今日なんとか抑えつくことができました。ありがとうございました。そして皆さん僕から一言言わせてもらいます。自分はもうここ極めて近い将来引退します。極めて近い将来引退します。